大阪初しゃべるランチタイム何しよは2013年7月8日から2014年3月28日までテレビ大阪で月曜日引く金曜日の11時59分13時に放送されていた情報番組である通称は何しよ大阪府大阪市中央区のナンバグランド花月地下1階の吉本47ご当地市場にある 特設スタジオからの公開性放送で、ステレオ放送を実施していた。本校では2014年4月25日より、金曜日11時30分マイナス12、32生放送される。週末お出かけ、バラエティー、やストも、ただしの昼金についても触れる。テレビ大阪が満点。愛の終了以来、約12年ぶりに、自社制作で平日に編成した生放送の、 情報番組。毎回一つの飲食物をテーマに視聴者からのおすすめ情報を募集する。今日の鉄板、料理コーナーの何しよ、ランチ、おすすめの商品を紹介するコーナーなどで構成していた。ただし、祝日には放送を休止していた。司会には、テレビ大阪で、安とものどこ行こうの MC を務めるうなばら安よ、智子と、西川清。 ヘレン夫妻の長男である西川忠史を起用。同局の女性アナウンサーが交互に進行役を務めた。また、安よ、智子や西川夫子が所属する吉本クリエイティブエージェンシーの漫才師や落語家がレギュラーとして日替わりで出演していた。ただし、番組開始時点で第二子を解任していた海原ばらと子は2013年11月8日の 放送文で一旦降板。降板の翌週に男児を出産してから2014年2月3日から復帰した。スタジオ見学については事前に電子メールで募集。当選者には1件の応募に対して2名まで入場できる当選通知メールを番組から送っている。通常は社会人からの募集だけを受け付けていたが学校の夏季・冬季休暇中の放送では 小学生以上の学童、生徒についても保護者同伴を条件に参加できるようになっていた。なお、申し込みをしていない人でも、広報であれば自由に見学ができるようになっていた。2014年3月28日で放送を終了。翌週からは、当番組の放送枠において、韓国で制作された連続ドラマを、再び放送している。なお、安と物どこ行こうは、 当番組の終了後も放送を継続する。司会進行いずれもテレビ、大阪アナウンサー日替わりレギュラーこの帯番組としての放送が終了して約1ヶ月後の同4月25日から、その後継番組として、毎週金曜日11時30分マイナス12、30の1時間制放送番組、週末を出かけ、バラエティ、やすとも、ただしの昼勤をスタートさせる。番組では、 週末のお出かけ情報をお笑いタレントや関西を拠点に活動するタレントらが取材したものを中心に放送する。しかし情報の紹介がグダグダですぐに終了した。ありがとうございます。